も皆さん、コロンくんです。今日もマリオメーカーやってきまーしょう。ふわふわ、多分初見じゃ無理、姉作、お姉ちゃん、ちょっとお姉ちゃんって言うとワクワクするぞ、ほらお姉ちゃんって聞くだけでなんか興奮してきたね、だんだん。うん、もうなんか病気かな、ワンちゃん。あー、もうやらしい、やらしいわ、こんなところにチンコを置いてくるなんて、お姉さん、やらしいな。キノコだらけやん、欲しがるね。ちょ、危ね、お姉ちゃん、ちょっとやらしい。初見じゃ多分無理って言ってるから、一回じゃ多分クリアできないの。じゃあ僕が華麗に一回じゃクリアできなさそうだな。あれ、ねえ、危ない、難しい、おね、お姉ちゃん。よし、初見で初めてやっていくぞ。ワンチャン、ワンコースでクリアできるか、ちょっと、これ、いけそうだよな。よしよしよし。よし、初めてだからな。ちょっと緊張するけど、どうしよう。お姉さんが作ってくれた、いやらしいコースだけど、僕クリアできる。あ、やめ、本当にやめろ。2回目とか許さないから。うわ、さーて、クリアするぞ。何回、初見プレイということでね、まあね、最初だから難しいけど、いけるかな、クリアできるのかな。まあ、初見じゃ無理って書いてあったからな、題名通りに。ちょっとなんで毎回ミスるの、ふざけんで、お前3回目許さねえかな、マジで。ほんまに仏の顔の3だぞ、お前。ちょ、待ってくれ。よしよし、よし、初めてだけど、初めてだけど、クリア、クリアできる。初めて初見プレイでクリアできる。ハーレフラワー。やばいやばい、これいけるいけるいける、マジいける、これいけ。初見プレイでマジいけるぞ。よしよし、お姉ちゃん、お姉ちゃんの約束守る、エッチがしたい。詐欺。マス、マッスル、マッスル。やべ、アメリカ人やっぱひでえわ、アルファベット。ちゃんと日本語で説明してほしい、僕は。ね、今日ね、コロンくんまだね、全然寝てないんで、ちょっとほんと今日は、これどうすればいいの？あ、いけたいけたいけた。これね、今日はね、本当に面白いこと何一つ言えなくて実況するかもしんない。もうそんなね、時もあるでしょうっていう風に毎回言ってる気がするんだけど、気のせいかな。そんなことは関係ないんすよ、僕には。ああ、関係ない。とりあえずクリアしてね、毎日動画投稿するっていうのが重要なだ、こうね、フェイスであってね、別にこんなのはね、どうでもいいんだよ。うん。むしろ実況しなくてもいい感じ。もう10分間ずっと雑談して、最近のみんな、パスタ巻いてる？ちょ、危ないからやめてよ。お前絶対友達いねえだろ。よしよし、いいぞ、行くぞ、行くぞ、そのまま。よいしょ。いたってこの子たちはシンプルだね。なんだか！よし、どんどん進んでいくぞ。あ、ここに葉っぱマリオがある。なんだ葉っぱマリオって。でね、最近ね、僕がね、ハマってること、最近ね、ハマってることがね、まあ、ないんですよ。ちょっと動揺しちゃった。あ、やべ、動揺しちゃった。別にハマってることないんだけどね。じゃあなんでやったの、言ったいや、お前って、今話なんですけど、なんでなんだろう、僕も分かってないわ。じゃあなんで今趣味の話をしたんだろうね。それでもね、最近じゃあ無理やり作るとするならば、わざわざスイカの種を集めて最終的に食べないっていうのがね、趣味なんだけど。そうで、猫に食わせるっていう、無理やりね、食べたくもないのに、うちの猫ね、やめてくださいって言ってるのにね、そういう性癖があるんですよ。それを見るだけで僕は興奮しちゃってね、立つんですよね。皆さんね、僕の配信聞くときは、動画見るときはね、イヤホン聞いてください。イヤホンで聞いてください。今言ったからね、お前イヤホンで聞けよ。言ったからな、あ、言った3秒前だからな、お前 言ったよな。よし、お母さん、お母さん、聞こえますか、お母さん。お母さん。お父さんね。お父さん、不倫してるんですよ、今。すいませんでした。こっからテレサちゃんを避けつつ、さっきはね、すいませんでした。お父さん、不倫してませんよね。大丈夫。あなたたちのお父さん、大丈夫だよね。ちゃんと、他の女の子と付き合ったりとかしてないよね。大丈夫？僕は心配だよ、君たちのこと心配で僕が言ってるのであってね。ちょ、こいつどうすればいい、だるいんだけど、マジで。よし、いけたいけたいけた。気をつけてくださいね。うん。いや、もしかしたらしてる可能性はね、なきにしもあらずですから。余計なことやめなさいって。でもね、うちのお母さんは言ってるの、毎回。あんたね、男やね、一人か二人ね、女作んないでどうするのって。ね、日本の心を忘れるなってね、よく言ってるんですよ、うちのお母さんは。そう。何個でもね、エッチはしてもいいと。エッチなことはしてもいい。だけども、浮気もしてもいいんだけども、ちょっとその前の話をさせてくれ。お母さんの話になるんですけども、ね、ちゃんと付き合ってね、浮気してもいいと。うちのお母さんは別に浮気してもいいんだけども、
でもあのね、そうやってメンヘラみたいなちょっとね、やんじゃってね、リストカットみたいなね、今流行りのありますけど、そういうのはね、しちゃダメっていうね、うちの母さん言って、なんで今の死ぬの、ふざけ、おい母さんの話させ。でも意外とこれ上からの方が簡単じゃない？上から行って、あ、意外と簡単だね、上、よしよしよし。でここでね、まあ、うちのお母さんはね、まあ、いろんな人と付き合いと、うん、恋愛抱負の方がいいからということで、皆さんも、まあ、ね、変なメンヘラ系ね、女子とかはやめといた。あ、いいね、もう話せないよ。下手さが際立ってしまっている。やっぱさ、実況しながらさ、実況しながらあれ会話するってやっぱ難しくね。お母さんの話まで全然行き届まらないんだけど、どうするこれね、みんな。全然お母さんの話もしたいんだけどさ、メンヘラ彼女はダメだよっていうことで伝えたいんだけど、やっぱ実況しながらさやるって難しいよねこれね。やべえ、ワンチャン僕のあまりにも眠すぎて、僕マリオが画面に3人映ってんだけど、気のせい。道理でむずいと思った。ちょ、マリオ3人いるんだけど、ここの画面に。これはできねえわ。ちょ、もう集中してこ、マジで。ほんまにさ、もううちの画面になんかマリオが3人もいるからできねえよ。もうこのゲーム早くとっとと実況終わらせて、とっとと寝たいよ。まずこのステージでこんだけかかると思ってないんだけど、なんか意外とクソむずいし、そんなことないのが僕がなんか下手っていうのだけであんのかな。もうこれだけでもう7分ぐらい使ってるけど、これもう終わっちゃうよ。今日のなんか下ネタコースとさ、これだけで。ふざけんなよ、まだいっぱいやることあるって。ちゃんとある。よし、やっとや。お前遅えんだ、出てくんのキノコ。おめえ、おバイトリーダーだったらお前ぶっ飛ばしてたぞ、マジ危ねえか。よしよしよし、どんどん右で、もう終わりにしたい、もう終わり、勘弁して。右行かせて、右行かせて、これでゴールとか終わりとで終わってほしいんだけど、まさかまだあるの。あ、来た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 、あ、中間だ、これは美味しい中間。よしよし、てかまだ中間なの、秘宝なんだけど。でもこっから集中しますわ。もうあの面白さ抜きで、もうテクニックだけでクリアする男、もう任せて。もう関係ない、何も面白いこと言わねえから、ちょっと集中するわ。ちょっとみんな黙って。もう誰や、おい、もうふざけんなよ、もうボス感出すな、もうゴールしちゃうじゃん。ふざけんな、お前だったんかい。やばいやばいやばい、じゃあペッケゴール、あぶねえ、マジゴールできなかったら終わりかと思った。ということでありがとうございました。今日も動画尺的にこれで終わり。オッケー、どうも尺取り虫です。はい、ということで最後まで動画を見てくれてありがとうございます。ね、最後見て途中でね、冒頭飛ばしちゃった子ももしかしたらいるかもしれないけども、まあ感謝の気持ちを込めてなんですがね、まあしょうがない、それは、まあ僕の動画が面白くなかったってことでね、まあ日々の努力でまたね、明日もじゃあ全部見られる動画をね頑張るんですけど、まあね、そんなことよりもですよ、今ですね、7月の31日月曜日かな、来週の月曜日まで、プレゼント企画をやってます。内容はですね、Amazon ギフト券を、5000円分をかける10名の方に、なんとね、10名の方にコロン君のお財布から引っ張ってきました。はい、ということでぜひともね、参加してもらいたいんですけど、参加条件がですねあります。1つ目、チャンネル登録をしてもらうこと、はい、簡単ですね。で2つ目、コメントを書き込んでもらうこと、こうしないとちょっと応募ができないので、ぜひとも書いてください。チャンネル登録もしないと DM も送れないのでね、ぜひともしてってください。そして最後ね、まあ気持ちですが、僕のところにね高評価、高評価を押してもらえると気持ち、僕もまたね企画やりたいな、プレゼント企画やりたいなってなるので、ぜひとも高評価押してください、よろしくお願いします。ということでですが、コメントね1人、これ注意事項なんだけど、コメント1人1回まで。これね、連投しちゃうとちょっとスパム報告って言ってブロック対象になって、次ねコメントが今後反映されなくなってしまうので、ぜひともね1人1回ということでよろしくお願いします。しっかりとねルールを守って、応募してくれると嬉しいでございます。まあそれではね、また次のね動画でお会いしたいと思います。ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。それではまたね、バイバイ。
めっ